はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、超絶かっけえデッキをご紹介していきたい。ビーステッドドラゴンリングです。これマジでかっこいいんだよな。はい、もう本当に強いドラゴン族たちの、ま、パワーを集結させた、もうまさに究極のドラゴンデッキと、言えるデッキだと僕は思っているんですけれども、B セットがね、実装されて、手札誘発としても扱えるし、展開札としても扱えるっていう、まあその利点があるんですよね。で、B ステッドデッキって単体では組めなくて、光闇と何か組み合わせる必要があるんですけど、とにかく相性がいい、ドラゴンリンクは。なんでかっていうと、光闇ばっかりだから。はい、まあ、光闇ばっかりなんですよね、展開が。で、今まで、ドラゴンリンクデッキって、結構ね、展開力、そこまで上げるの難しかったんですよね。その例えば、竜の霊廟とかでデストロードを落とすとか、まあ、コラップバイパーみたいなモンスターで何とか、動かしていくとかっていう動きが基本で、前にモンスター出していくのそんなにね、やっぱ簡単ではなかった。まあ、もちろんリボルブとかがバンバン打てるから、まあ言うてね、上振れることはできたけど、より上振れることができる B セットがあれば。 B ステットってやっぱりリンク素材にできるので、闇属性だし、こいつらがドラゴン族のね。だから例えば、このデリンジラスドラゴンのリンクスターになったりとか、あとロムルスのね、リンクスターになったりとかして、これめっちゃ強いし、あと天気にもなれるし、でしかも手札誘発もなってるんですよ。もうね、とにかく相性がいいんですね、このテーマとは。で、今日はドラゴンリンクの基本展開の中に、まあ、それを組み合わせたっていう感じのデッキを持ってきました。まあでも目指すべき盤面はあんま変わってなくて、今までと基本的にはね、バレルエンドを出していきます。で、バレルエンドドラゴンと、まあ、サベージドラゴンを並べていくのにプラスして、ね、基本的には、基本的にはなんですけども、ロムルスが成立して、トレーサープラス、リボルブドセクターっていう盤面ができれば、バレルエンドと、サベージは確定します。まあ、何でもいいから、とりあえずロムルス出すじゃないですか。で、なんかストライカーをどっかで巻き込んどいて、で、ストライカーで、リブルブートセクターサーチしといて、でロムルスで竜の警告サーチして、で警告でこのアブソルーターを落とせば、バレットトレーサーが持ってこれて、で、セクターでトレーサー出せばもうその場面はできるんですよね。ロムルスプラス、トレーサーセクターみたいな場面になるので、そこまでいったら、展開的にはバレルエンドと、サベージっていういつもの展開は完成するんですよ。でそこにですよ、モンスターを2体展開することができるハンド、例えば、まあ、ビーステッドプラスなんかそのワイバースターとかがいるとかね、まあ、ビーステッド2枚とかでもいいわ。でそういう時に、ちょっと上振れて天球の聖国印が出るんです、そこに。だから妨害が1個増えます、単純に天球力が増えるのによって。でしかもビーステッドがいっぱい入ってるんで、高校も結構ワンキル取れるようになってまして、まあ、今までだったらね、アクセスコードプラス、まあ、カオスルーラーみたいな感じで、ワンキル取っていることが多かったと思うんですけど、まあ、そこに、まあ、B ステッドとかも絡めているから、なんかワンチャン誘発とかで、まあ、展開止まっちゃいそうな時に、なんか盤面追加してモンスターをバンバンまた並べていくみたいな動きができるんですよね。で、闇属性縛り結構ついちゃうんですけど、展開中に。トレベユニコーンとかアクセスは闇属性なんて、ま、問題ないので、まあ、この辺がね、とても相性がいいところですね。だからワンキルもまあ取れるし、先行制圧もちゃんと強いというところで、このテーマはね、とてもね、強いし、やっぱね、何よりね、かっこいいんだよ、このテーマ。大事、これが。かっこいいの。はい。ぜひね、皆さんも使ってみてください。デュエル、スタンバイ。さあ、史上最強、超絶イケメン盤面を作っていくぜ。このね、なんか、ドラゴンリンクっていうね、テーマね、非常にかっこよくてね、それがね、すごくいいよね。まあ、サロニールかな、これサロニール送って、混沌領域じゃないと、これちょっと今闇属性いないから、あれだもんな、展開できないから、混沌領域で送る、はい。で、混沌領域でサロニール送りながら、光持ってきて、ワイバーいるから、レベリオン。で、ワイバームーブから入れるんで、まあ、そこそこ強そうですけどね。で、サロニール効果で、フクラクイン落としよっか。フクラクイン落としておいて、で、ワイバースター効果、サロニールゲームから除外、特殊召喚、そして、ワイバー一体でリンク召喚、
現れろ、ストライカードラゴン。そしてワイバーの効果発動、コラプサーペントを回収。そしてコラプサーペントの効果発動、ワイバーをゲームから除外し特殊召喚。そして、これはもう一致は最後でいいな。そしてあの圧縮圧縮全部圧縮してからだ。ドラグニティライトロムルスを特殊召喚、リンク召喚成功時効果発動。ロムルスとサーペントの効果によりワイバーを回収、さらに警告をサーチ。はっ、こんだけね、召喚権を使わずに展開できるということを皆さんにお見舞いしていきましょう。そして、竜の警告を発動。竜の警告の効果により手札を1枚墓地に送ることによって、デッキからドラゴン族モンスターを墓地へ。これはアブソルーターで、アブソルータードラゴンの効果発動な。これなんかチェーンあるぞ。これケルベックだと、やべえ、バグるそれは展開バグるぞ、それは展開バグるな。ちょっと待ってくれ、うわやばい、これマジで展開バグる、これ展開バグり散らかしてきた、やばいやばいやばい。ちょっと待って、なんか引け、なんか引け、なんか引け。あ、ビーステッド引いた、ビーステッド引いた、ビーステッド引いた。いやちょっとこれはこれはやばいことが起きたけど、ちょっと待って、頑張るか、頑張って展開するしかない。ちょっと待って、リンクさっきなくなったからさ、あの守護竜ピスティとストライカーのもできなくなっちゃったんでね。ちょマジやばいこときたわ。どうしよっかな。ちょっと焦ってます、焦っていますが、なんかとりあえずまあ獣だけは置けるな、獣は置ける。でルベリオンだろ、はい。でルベリオン効果発動マジでやばいな。で楽園の獣のモンスター2体戻されてるみたいなもんなんですよ、これ。めちゃくちゃきついな、バリきついんだけど。モンスター2枚戻されてって展開できるのかもデッキ、まあ、とりあえずこうするか。でだな、天球して、天球は無理か、天球は伸びないな、天球してからじゃ無理だな。ちょっととりあえずトレーサーの効果は多分使わなきゃいけないわ。でセクター破壊するんだろう。でセクター破壊して、リチャージャー持ってくるしかないな、リチャージャー持ってくる。でこれさ、ルーラーしたらさ、なんかルーラーしたらなんか奇跡起きそうじゃね。人掛けカオスルーラーじゃねこれ一回一旦人掛けカオスルーラー説、はい。でカオスルーラーで5枚デッキトップめくって、はい。でその中の光か闇モンスター、あぶねマグラムときた、でかい、マグラムはでかい。ドルドブルームは落ちてしまったが、副楽園で蘇生できるかあんまり関係がない。いけるぞ、いける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 、これは多分いける。でも闇属性しか出せない、闇属性しか出せない。一旦マスカレーナ出して、でマグナム特殊化するでしょ。で除外するのはまあ何でもいくか、はい。でマグナム特殊めちゃくちゃ強引に動いててくさんだけど、でマグナムート効果でさらにデストルド効果、レベル1にして特殊召喚、ライフポイント半分ポイント支払う、はい。でカオスルーラー蘇生か、カオスルーラー蘇生、光闇も除外していいね、はい。で特殊なんかわかんねえけどいける可能性がある。でストライカー出しょう、はいはい。で
マグナムートとやばいよ、時間ない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 時間がないです。ガチでやばいことが起きております。デレンジャース出すでしょ、でストライカー効果発動してデレンジャース爆破しながら墓地のバレット回収する。はいはい、オッケー。でリチャージャー効果発動、カード破壊されたんで手札からぶん投げるとバレットモンスター特殊召喚、トレサだね、トレサ特殊で、トレサ特殊されたからデリンジャラス効果で墓地から蘇る。4、4、2、いける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 、あぶれ、バグったマジでバグったわ、なんかでもいけたわ、バグったけどなんかいけた。でバレルエンド特殊からのバレルエンド効果発動、ロムルス戻された時はもう世界終わったかと思いましたけどね。でリチャージャーでしょ、残り20秒ぐらいでターン渡すことになるんだ、これトレーサーとリチャージャーでシンクロ召喚、弾丸に変えて打ち抜け、バレルロードサベージドラゴンシンクロ召喚効果発動で、マスカレーナあるな、マスカレーナ装備で、これでエンドでしょ、まあ効果向こう2回あるからなんとかなる。で福楽院置いて、やばい残り10秒くらいになっちゃうやばいって、ドルドブルム回収、やばい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 、ほんまにやばい、残り42秒、いやいけるかなこれ、残り42秒で、いやバグったー、展開バグったけど、ここまで立て直したのすごくない、めちゃくちゃバグったけどね展開、ロムルス戻されて、あーオッケー、シェイレーンは普通に、増殖する G でいいや、増殖する G、穴とかだったらスルーでいいかな。で墓地メタ一応ドルドブルムがあるんで、まあなんとかなると思います。はい、でシェイレーンからのメイルを送ってカードを送る、でシェイレーンとメイル、なるほどなるほど。でスクリーム効果起動を、さあ2回くらい発動しないとやばいんじゃないか、結構墓地メタきついんじゃない、あレイのハートも起動する、 OK。で福楽院起動、自分の墓地からマグナムート蘇生でチェーンして、ドルイドブルム発動で、ドルイドブルムで相手のやばい28秒やばいクソやべえマジで時間足りないかもしんねえ、はい、でドルイドブルム特殊で福楽院でマグナムート特殊でレイノハート特殊か、オッケー。でマグナムート効果発動、あ裏が来た、オッケー、ナイスナイスで、マグナムート効果発動25秒、残り25秒、タイムレスコンボ発動しそうレイノハートサリーク、でマグナムート、ちょマジでやばいってやばいって時間足りないってくそで、サーチ入れてサリークでなんか持ってきて、ハーフニスか、オッケー、ハーフニスでレイノハートでなんか落とす、はい、でハーフニス効果発動する、サーベージ打つでハーフニス出てくる、いやモンスターめっちゃ並ばされちゃったな、これうららか、うらら、オッケー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 、よし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 、耐えてるぞ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 すごい攻防だものすごい攻防だ、俺の残り時間はあと残り14秒、獣で破壊してはいけないカードが多すぎて、獣でなんか何かを破壊する行為は多分しないから多分大丈夫だ、俺多分大丈夫だと思う、おそらくこれなんかランク4回のアーゼウスとかかな、アーゼウスとかかもしれない、まあでもアーゼウスの効果は一応バレルエンドで無効にできるんで、多分ね結構ねそれはいけると思いますね、バレルエンドの効果ってしかもなんかチェーンできないんですよ、だからアーゼウスを重ねたアーゼウスはできないんですよね、だからアーゼウスのチェーン上で同じアーゼウスの効果使えないんで、多分ねいけると思います、レイノハート、なるほど、まあ多分ランク4してくるでしょ、ランク4してきて、
で、でもな殴れないか。2500あるぞ打点が。え？あ、うざ。あでも相手もリソースかなり使ったぞ。まあ、獣発動するか。獣発動してちょっと一回割るわ。あいつ対象と、やべやべやべ、残り時間10秒。あいつは対象取る効果は受けるから。対象取らない効果は受けないけど、対象を取る効果は受ける。うわーでもサベージいなくなったらきついな。サベージの向こうなくなった。でもリソース結構あるからなんとか。よし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 、でやばい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 、これ危ない。マジで危ない、マジで危ない、劇的に危ない。で63秒しかないからちょっと急いで回そう。でルベリオン効果、ぶん投げて、バルドレイク持ってくる。で、ハウフニスがあるから、ハウフニスだけケアしないといけなくて、カード除外するしょ。マグラムート除外して、ドローしに行こうかな。まだ、あ、なんでもいいか。まあ、なんでも変わんねえな。なんでも変わんねえ、これ。戻してやつを、戻してやつを、除外して、特殊して、で、福楽院効果で、ストライカー戻して、1枚ドローを。OK。よし。で、リボルブ来た。OK。ナイス。で、バレットトレーサー召喚。で、もういきなりシンクロバロネスでいいね。これでいい。OK。これで、すべてをケアした。裏ラも引いてるしな。余計な効果外すのやめよう。バトル。いけ。余計なフィールドでの効果を発動するわけにはいかない。いけ、来た、あった、いけるぞ、いけ、バレるぞ、サベージャゴン、ダイレクトアタック、よーし。オッケー、いや、頭バグれちゃったわ。リボルブ2枚は強そうだな。リボルブ、リボルブができるぞ。展開は結構できそうではあるが、まあでもなんか誘発が裏らしかないのが決めえけどな。マーレか、あ、マーレ、これはドルイディングブルムが刺さりそうな気がするけどな。ドルイディングブルムが刺さりそう。はい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 、いいでしょう。で多分シェイレーンは普通に裏で無効にできるので、これはなかなかいいんじゃないですか。はい、でドルイディングブルム特殊召喚でしょ。でまあシェイレーン握ってても大丈夫だわ。うん、多分裏ラで止まるっしょ。でペルレイのね、オッケー。ペルレイの、まあ、ペルレイのは許すか。ペルレイノは許そう。ペルレイノでシェイレーンすべきが意味わかんないから。ペルレイノ許してシェイレーンオッケー。で、シェイレーン効果発動、うらら。これで止まってくれないときついな。さすがに。これで止まってくれないときつい。召喚剣も使ったもんね。召喚剣使った。あと、あるのだって、手数出るの楽園5ぐらいでしょ。あったとしても。楽園5入ってんのかな。あ、止まりそう。オッケー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 。でしかもマーレだからさ、あれティアラメツネームじゃねえから、多分サリーケでも打てねえんだあれ。いやこれ結構いけるぞ、これはいける。とりあえずリボルブから入るか。もう増進はもう貫通して動いていくしかねえよな。でリボルブ発動、リボルブ発ディングしていく。あー、オッケー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 。なんでかっていうとこれ耐えちゃうんですよ、このカード耐えちゃうんですよ。このカード耐えちないんですよ、最強なんで。はい、もう一枚あります。はい、もう一枚あります。でトレーサーですね、さすがにトレーサー。はい、で一旦バロネス作る説あるな。これ一旦バロネス作ってもなんか展開力すごいからいけそうな気すんだよ俺。多分いける、多分いける。一回バロネス作ろう。まあ、これディスパテルあるとな、めっちゃ強いんだけどな。これディスパテルが欲しいですね、早く。ディスパテルを早くいただきたいというふうに思っていますが、まあ、とりあえずバレットシンクロン効果召喚して、バロネス先に出さないと、これ、バレットシンクロンの効果使うと闇属性しか出せなくなるっていう縛りがね、ついちゃうんですよね。それがちょっと若干あれなんで、こうでしょ。で、一旦ストライカー出す。1回ストライカー出します。はい、 OK。 でストライカー効果発動します。ちょっと
増やしたいんで、ドロイドブルーム破壊いいですね。ドロイドブルーム破壊してトレーサー回収、バロネスで破壊カード破壊できるんで、多分なんかリチャージャーのムーブもできるし、なんかね結構ね綺麗に動けるとは思うんだ。あー包容か、なるほど。まあ、これ無効にしないと展開が止まっちゃうから無効にするしかなくて、いやこれハグフにしたんだよな。でもいやこれやばい普通に。あれは、あ、ハグフじゃない、シェイレーンだ。あれハグフじゃないか。じゃあシェイレーンだ、シェイレーンだ、シェイレーンだ、さっきシェイレーン使った。ハグフにさない、ハグフにさないから、ハグフにさったら使っても絶対だ、ハグフじゃない。でハグフにさケアする必要ない。でリボルブとセクター効果、バレットトレーサー特殊、一旦これリボルブートセクター割って展開しちゃできないですね。リボルブートセクター割るで、リチャージャー出す、オッケーで、これさ一発ルーラーかましたらまた展開伸びる説あるよな。これルーラーでさビーステップかなんか拾えばいいんじゃね。いや、あ、めくれるっしょ、いっぱい入ってるし、こここうだな多分。でルーラーでリンクサイにしてまた墓地送ってルーラー蘇生してすれば多分こう打点足りるはず。ルーラー特殊効果像、このぶっ壊れモンスターマジで強いからね。はい、あーでもまあまあまあ、でも特殊ができるモンスター、あれサモニル来た、オッケー。ね、じゃあ、まあ、何でもいいな。結構ね口伸びるんだったらまあ普通にコラプサーペントでも良さそうだな。コラプサーペントでも良さそう。はい、オッケー。でサロニール効果発動して、まあルベリオン落とす、オッケー。で光属性除外してコラプサーペント特殊で、2体でデリンジャラスか、まあユニコーンでもいいか。先にあれか、先に一旦ルベリオン特殊した方がいいか。いやこれこっち先だな。デストロード特殊、はい、で3にして特殊、これリンクサインになれるんでね。はい、で特殊いやこれなんならこれだけで打点足りそうまであるけどまあ一応交渉。はい、きたかっけえルベリオンくん、さすがだぜルベリオンくんの効果。フクラクイーンを置いていく、そしてこれはユニコーンでいい、アイズさ破壊しいいから、こことこことここでユニコーン、OK。手具ではないのでバウンスはできませんが、コラプの効果が発動してワイバーを持ってきて、そしてワイバーを特殊召喚。いやこのデッキ楽しいわマジでマジで、なんかそのちょっとアドリブも入るから、なんかね いつも決まったルートちゃあ決まったルートではあるんだけど、結構ね違うんですよ、なんかその時々によって手札とかによって。バレレンド出したらダメだよな、345、あ、ワンキャ取れないもんな。アクセス、アクセスだわ、アクセスしよう、アクセスで、ちょっと待って時間ない時間ない時間ない、アクセスコード、こことここ、 OK。 これだってここカオスルーラーも蘇生できますから、ね、まだプラス3000出ますから打点が。はい、で風を掴んでいけ、アクセスコードトーカー、トルルルバトルフェイス。ちなみにこのテーマめっちゃ楽しいし、展開すげえおもろいんだけど時間マジやばい対戦ありがとうございました。あーなんもねえか、まあ、ドルイドがあるか、金満で謙虚な壺は、いいでしょう。これなんでしょうね、これね、決戦のゴルゴンだ、魔界劇、あ魔界劇団だ、ま、魔劇じゃん、魔劇沢渡さんじゃん、ヨーロ初めてだったわ診断後。いや魔界劇団もまたちょっと動画にしてるとは思うんですけども、もうすでにまあちょっと順番わかんねえけど、この動画が先になってるか後になるかちょっとわかんねえんだけど、魔劇はね展開力しとけばね、先行やることあんまないぞそのデッキ、先行やることはそんなにない。まあファンタスティックシアター貼るぐらいかな、メインギミックで妨害が立つとしても。あのね魔界劇団って、ね、縛りがめっちゃきつくて、多分これ魔界劇団の動画のところでやってると思うんだけど、縛りがめっちゃきつくて魔界劇団しか出せないとか魔界劇団 P しか出せないとか、なんかねクソみたいな縛りめっちゃつくんですよ。だから汎用モンスターまあ、ほとんど使えなくて、展開
解力はすごいし安定感はあるけど、なんかね妨害はあんま用意できないんだよね。おうっていうのが弱点ではあるね。いややっぱ安定すんな、展開がすごい安定 してるわ。はいはい。でワイルドホープファンタスティックシアターを置く。オッケーでしょう。ファンタスティックシアターはカードの効果をなんかセットカードを割るに書き換えるっていう効果があるんですよ。だからね決戦のゴルゴンダ、これ何するマン、マジでわかんねえ。こんなカード書き換えたら何のシナジーがあるんだこれ。え、これなんかアルバス系だよねこれ、わかんねえこれなんだこれ、謎。まあ、とりあえずまファンタスティックシアターの効果書き換えられちゃうんで、先にまずドルイドブルームから発動したいんじゃないかな。セットカードを割る方はもうしょうがないから、それはいいわ。ドルイドブルームで効果書き換えられて、ゲーム除外して出しますよの効果、ファンタスティックシアターの効果で書き換えられます。トラップトリックは、なるほど。やばい。なんだこれ、何がセットされる、これ強制でね、書き換えられちゃうんですよね。ファンタスティックシアターでセットカードを。やだ、割りたくない、割りたくない、やだやだ、割りたくない、グドゥ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 、やばいぞ。デッキエクストラデッキから何でもモンスター一体特殊召喚されるというガチでやばいカード、守ったってことか。決戦のゴルゴンダで、あ、なるほど。異性の最終ステージの全部っぱ巻き込まれないようになんか耐えたってこと。ちなみに僕はもうモンスターを召喚することも特殊召喚することも反転召喚することもできないので、モンスターをセットすることしかできません。こっから入れる保険ありますか。決戦やぶへびコンボ最強で草なんだけど。バカ強くて草、やぶへびはやろうと思ってたけど、決戦のゴルゴンダの発想はなかったわ。ああ、いい動画ネタありがとうな。